みんなエッチしてる？どうもダビーです。というわけで今回は苫小牧に来ております。苫小牧のお察しホテル、今回はどんなところなんでしょうか。それでは行ってみましょう。お、そろそろこの辺でしょうか。苫小牧のお察しホテル街、それで部屋に行きましょう。うん、まずエアコン。ガンガンガンですね。そうそう、あるでしょうか。あるでしょうか。そしてテレビはありますね。ソファー、うん。そして部屋の電気は、おお、こんな感じ。そして左側、ベッドがここにあります。天井、照明、こんな感じですね。そしてベッドがここにあります。壁に何やら模様があります。テーブルはこんな透明な丸いテーブルですね。お知らせ、お帰りの際は必ずフロントにご連絡ください。ほぼタクシーの場合は前料金となります。入室時間より24時間以上のご利用はお部屋の移動願います。室内の物品等持ち帰りをしないとホテル28。こちらの下、販売用の冷蔵庫ありましたね。ビールからチューハイ、ポカリ、絶輪ゴールド、コーラ、お茶、ジュース、水、コーヒー、お客様スペースも2つ右下にありますね。そしてテレビのこちらの下には電子レンジ、電波、コップ、湯飲み、コーヒーカップかな、入ってますね。 DVD ケアもあります。こちらタオル、バスタオル類ですね。そしてスロットがあって、わあ、ここはお部屋シューター、現役であるんですね。すごい。ホテル28、サービスタイム、前日、朝5時から16時まで。ご休憩が、月から金まで。全室3時間3000円。土日祝日、全室3時間3500円。ご宿泊が、月から木、日、夜8時から翌朝10時、全室4800円。金、土、祝日、休日、前日、23時から翌朝10時まで、5800円となります。おー、ベッド周りはこんな感じですね。ベッドの右側、上はカラオケのマイクがありますね。左側はこういう照明、ティッシュ、サッシゴム、パネルがあるぜ、照明の。来ました。お察しグッズの自販機ですね。モザイクかけますけど。丸一、
ジェルローション 70cc、 あとはジュエルツインローター、極楽王朝 G クリックミニ、ももちエロティックスマート。それでは奥行ってみましょう。まずこちらは、おお、ここはトイレですね。広い。そしてウォシュレットももちろん完備です。そしてこの奥はバスルーム。おお、ここはベッドの方、すりガラスなんですね。わー、洗い場これ広いです。そしてじゃーん、バスタブ大きいこれぞお察しホテルのバスタブですね。大きすぎる。そしてここは洗面ですね。なんとガラスが3面張りになっております。下に洗面、右側にドライヤー、そしてアメニティですね。真ん中は洗面があって、左もここからフェイスアンドソープ、パーチェック。わー、水圧ちょっと弱め。全部屋の写真が載ってますね。ルームインフォメーション。サウナありもあります。いやー、3500円で朝から夕方までサービスタイムゆっくりできましたね。皆さんもよかったらぜひ来てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。旅でした。また。